岡山県警は5月、県内の特殊詐欺の被害額が5000万円を超えたことを明らかにしました。高額な被害が相次いでいて、注意を呼びかけています。岡山県警によりますと、5月の特殊詐欺の被害額はおよそ5320万円と、前の年の同じ時期と比べおよそ2.5倍増加していて、特にオレオレ詐欺や預貯金詐欺が多発しているということです。実際に被害が出た、 架空料金の請求詐欺では、岡山市に住む50代女性の携帯電話に電話があり、有料サイトに登録さえ利,利用料が発生していると嘘を信じてしまったということです。女性が支払いに応じた後も保証協会を名乗る男らから、さまざまな口実で金銭を要求され、総額でおよそ1450万円を騙し取られています。岡山県警では、知らない番号から電話があった際は、 留守番電話機能を用い、金銭を要求されても、最寄りの警察署や家族に相談するよう呼びかけています。